はい、加藤でございます。はい。はい、わかりました。今から、はい、伺います。安倍総理は今日、内閣改造を行い、衆議院岡山5区選出の加藤勝信議員の厚生労働大臣への就任が決まりました。加藤さんはおととし8月から去年10月まで厚生労働大臣を務めていて、今回が2度目です。加藤さんは現在63歳で、2003年に衆院選に初当選、これまで6回当選しています。政権に対する信頼がいただけるということが大事だと思います。初心に立ち返って取り組んでいきたいと思います。